白和牛の呼吸というか、そういう砂漠の中に助けます。で、この子も若いか、線があるか。まあ、この大体線を見てみてください。この線の上で相手に対して、というところですね。それで、一歩目は、まっすぐ出ないから、こういう打ちをしてる。出るときは、こういう。これでこういうんですよ。まあ我々の塔はみんなもう甘くなっちゃう。こうするとさっといっちゃうんですよね。本当は最初の人も落ちない。なって硬いんです。ですからこの踏み出すがありと一瞬をやらないと本当に死にない。本当そういうのは危なくてね、刺すからね。5年ぐらい行けるこうなるんだ。で、一応そういう形でこれが怖いんです。で、2本目がこれ入り身になる。これ一般の相手の言えない、あの依頼にはない。我々相手の
やってもらうだけの本数。ありがとう。それは抜く、その時もすでに自分の体がその相手の攻撃の線にないという。これ必要なんですね。ですから右足、右手がこういう感じで出ながら、この足が突く時に入り身に変わる。で、ここで入り身に変わっている。と、こうするともう線から自分の体が外れてるんですね。これが入り身の足なんです。ですから、まっすぐだけどとしてそのままやらないでください。で、ちょっとですね。この入り身に入るということはね、15センチから20センチの距離が縮まる。10センチから首一つ飛ぶんです。こんなにね、10センチぐらいまだなんかやらないし、人間の腕10センチぐらいだよね。だから10センチから人間の腕一つ飛ぶ。だから20センチだと大変な前に飛ぶ。ね、で、例えばこう上段に行ったんですよね。この線が、この線が。で、こうなって、で、いやいや、いや、そうそうでいい、そうで振りかぶって。で、こうから行って、そのまんまで、ね、こう、まっすぐこう行くと届かない。まっすぐと届かないんですよ。ところが、この足が、こうなる。これだけの差がある。ですが、入り身というのはいかに大事なのか。当然、自分の体が相手の攻撃の線から小さくなっている。それが我々で相手の持つ一般の居合と違う内容なんです。一般の居合は速さを競って相手を倒すというのは、我々の場合はゴール点に、もうその時自分の体がなくなり、的確に相手を捉える前に入っているという。だそれを目の考えになってください。我々の場合は一般の居合と違うものだと、土台もさばから変わっているわけですから、そういうところですね。それを頭の中に入れながら1、2、踏み切るという態度になって、足を寄せながらこういう大きく踏み込みながら、そして回りながらそこに入って、そうすると正解、あ、これは右手で反対にすること右手反対にしましょうと、こういう形になってますから、一歩目、二歩目、そうでこう踏み切る、足を寄せながらここまで、そして踏み込みがまっすぐじゃない、こっち側に踏み込む。ですから、つくのはソフト、足の外側の部分がくっつく。そして、そうすると、こうなっていくと、歩幅ができてるわけです。これが、この線上で減ってると、ブラブラとなる。ですから、踏み込みを、こう踏み込む。そうするとですよ、回ってもらう。まあ、大体その点あたりかな、注意するのはですね。そういう形で一つね、この位置から1、2、そうですね、こうゆっくり説明してから分かると思いますけどね、そうですね、そういう入ってここまで持って相手を左下に切って、そして正座つぶる、こういうふうになります。こういう位置から1、2、そうしてこう、それでこう、そしてそういう、そして正座、そして、ね、そういう、こういうふうにしてやってください。いつも通り服部さん、ご理解でやってよ。
同じ方向を見てください。これはそうですね、セレガー線になっちゃう。4本目のね、前方に前に白を白を投げて大半に下がる白を投げて、それを我々があいつと見ていただきます。今度これはありませんか。がこういうこと我々はそのままこれは違うと思います。このまま構えもなければない自然の状態、これさ、そうすると相手が面を打ってくるのに対してこういう感じ、それでこれ今歯が横になってます。これは何かこうつけるように食べると肋骨にこれが入っちゃうから脱ぎなくなっちゃう、横になって、それを体を開きながら歯が上にと、これも相手が本能的に感じるわけですから、狙われているなって。そうして相手の剣を牽制しながら、そう相手が降りてこれない、歯が上に向いていますと。で、この左足が長身前、踏み込みながら、これをキュッてすごい、そうすごいつける。こういう形ですね。体はこの状態からここへ行く。こういう感じ。歯が返ってね。で、足が。はい、開いて、そして相手の左のですね、脇下から切り上げ、そしてそういう、でそういうつけ、そういうようにな、はい、その位置から遠い、そしてそういう、はい、つけ、どうぞ。形はね、皆さんの普段のテーブルでやってる潮投げの形です。まあ、大体水分かると思いますが、今度は上でやってみてください。まあ、上の次第は地ですからね、今度はこれを切れないので、膝をまたは無法地を、ですから位置がさっきの脇の左から切ったのがこの膝降りてください。それから上の前は打つ場合はこれで打つよりもこれで打った方が効果が長い方が効果ありますよね、大事ですから。だからそういうわけで 手のね、その上の位置のじらすとか手の持ち替えとかこういう手がありますから、まあ、その点をちょっと注意しておいてください。でこれはもうこういう感じで、ここでも手入れですね、つける。ここで今言ったように体が開くとね、こうなってる。でこういうふうに切るようにして、それで手がこの逆手になる、相手の膝を持つ逆手になる、そうするとここからこれ、ね、そういう点をこうちょっとね、持ち替えとそういうのを注意すると、もうあとはもう今の剣の元同じですから、剣のさばきと同じですから、要点は地とあの剣の違いですから、それだけ頭に入れてやるとすごいね。そしてここで、で膝を打ちながらそこで、まあ無論伸ばす場合でも本当は打つんだけど当たらないように怪我しないようにね、その適当に自分で調整してやってください。この位置からこうやって、そして膝を打ちながらそこへ、そしてつけ、はいどうぞ。5本目、はい。これは。